車がね、車がね、やっちゃいました。また3回目のこのパターン。しかも今回は割とヤバい気がするんだよな。はい、車、はい、はい、ちょっとでも来たいければ、はい、ありがとうございます。シシア眠りたい。お母様ありがとうございました。ありがとうございました。到着。泣き人ゲストハウス結び屋さんに来ました。本部半島の瀬底島に、本部半島の瀬底島、お引っ越しのお手伝いに来ました。ありがとうございました。兄さん、ありがとうございます。先ほど修理屋さんから電話がありまして、車の故障した原因が分かったそうなんですよ。車は直りそうですということでした。よかったよ。え、本当？場所で待ち合わせよ。僕のワゴンで岬へ行こう。春まで何日かかるんだろう。きっと君も退屈すぎて仕方ないだろう。え、本当？ただいまー。いやー、行ってきましたよ。結局戻ってきちゃいました。戻ってきちゃいましたよ。なんかそんな感じがしました。今日の晩ご飯でございまーす。みんなそれぞれおかずを持ち寄って一緒に食べます。うん、日帰りは間違いなく無理っすね。そうですね。はい、なんか欲が出ていろんなことを思って行ってきます。めちゃくちゃうまそう。めちゃうまそう。あ、また走らしちゃった。いただきます。あ、ご飯がどうやばいねこれ。昨日ヒッチハイクで乗せていただいた親子のお店にご飯食べに来ました。美味しかったです。お弁当までいただいて。そう、お弁当をね、夕飯に美味しくいただきます。やば、何これ。あ、やば、唐揚げ、あ、美味しそう。ちょっと卵焼き、壺が置いてある。壁。でももう5時近くになるからね。もう暗くなっちゃうね。暗くなってる。電話番号書いてある。怖い怖い。電話してみて。ここ。何？あ。あ、大人300円。6200円。ちょっとすごい興味あるんだけど。上の方にいます。上の方、これで呼ぶってことか。上の方、え、壊れた壊れた壊れた。あ、どこ。トカゲいたし。どうぞ、うがたれてトカゲがいました。え、ちょっと待って、ごめんなさい。300円で入りますか。
いや、これは、これ何があるんですかって言ったら、何でもあるけど。何でもある。すごい、これは。すごい、これは。すごいとしか言いようがない。なんか、車が多い。うん、おお、確かに。古代文明、これ。6000年前の陶器。これ実際動いてた車ですか？消防車。はあ、消防車。そうしましょう。お願いします。お願いします。うわ、すごい。そうなんです。準備中だから全然止まれるよ。え、止まっていいですか？え、止まろう。うん、飲食店行って。ちょっとお言葉に甘えたい。お言葉に甘えたいですね。今言ったより準備中だから設備がそんなに揃ってない。全然。あ、もうもちろん何でも大丈夫です。スーツだけで。そうですね、スーツ一着でネクタイちゃんと締めて。今日はこちらのお家に泊めさせていただきます。さっきヒッチハイクで乗せていただいた社長さんのお家でございます。てかペンションか。ペンションです。はい、すごく素敵なお家ですね。まあまだ完全にお客さんに貸し出せるような状況じゃないので、このようなまだちょっと物があちらこちらに置いてある状況なんですけれども、2階建てでございます。登ってみましょう。まあ2階は多分ほぼ使わないけど、こんな感じでたくさん部屋のある大変大きなお家でございます。今お風呂を、なんかもういつぶりだろう湯船に浸かるの。お、もうちょっと。感動ですね。ということで、昨日ヒッチハイクして乗せてくれた人がお店をやってて、そこでお昼ご飯食べに行ったんですけど、お弁当をいただきましたよ。ありがたいよ、本当に。じゃあいただきましょうか、兄貴。いただきましょう。よいしょ。お邪魔しました。社長さんはもう出かけてしまったので、勝手に失礼したいと思います。アピールだ。なんかソーラーめちゃくちゃ。トラックに行かれそうだよ、終わった。いただきまーす。なんでここ前みたいな。ありがとうございます。ご飯を食べに行きまーす。モクレレ海沿いの、ここはまだ元部なんですかね。はぁ、あ、お腹すいた。じゃあいただきまーす。美味しそう。タコライスです。僕は車が直ったそうなんで、一人で那覇に向かうんですけれど、どうでしたかこの数日間。いやー、ミッチ面白い。ミッチ面白い。まあ、自分も自然にね旅してるけど、ね、ミッチが面白い。なんかでもめっちゃ充実したな。そう、それまで俺ずっと那覇で路上ライブしてる場だけだったから。那覇よりもなんかどんどん北部とかに行った方が充実するね。うん、いろんな人知り合うし。うん、実際早くいいどんどん知り合いがね増えてるみたいな。めっちゃ早くして知り合い増える。でも結構密に話せるから。そう、そうそうそう、仲良くなる。すごいなんか人脈広がるしよ。ね、フェイスブックとかね、交換したり。今更気づいた。うん。
さらばだ兄貴。バイバイミチ。またさらば、ありがとうございます。ガレージ ASA さんに到着しました。車を取りに来ました。すいません、ありがとうございました。助かりました、すごく。ありがとうございました。なんじゃこりゃ、すげえな。これがシャワールーム、これトイレね。ここは1泊1000円、1100円ぐらいでしたね。はい、ということでですね、今日は、那覇周辺にあるストークスっていうホテルに泊まることにしました。無事車も戻ってきてですね。で、帰り道ですね。まあ、那覇まで来るのに、いくつか坂とかもあったんですけれども、今までとは違って順調に、4速でも3速でもスムーズに登ってくれました。感動しましたよ、久しぶりに。もう九州にいる時ぐらいから調子が悪くて、坂道とかも全然登んなかったので、これでまあ、しばらくですね、普通に走ってくれるんじゃないかなと思います。まあ、もしかしたらもう一回ぐらい、帰るまでに壊れるかもしれませんけれども、ありがとうございました。ということで、今回の修理費なんですけれども、ガレージ ASA さんにやってもらって、レッカー代合わせて 29,800円ですね、で、まあ3万円出して、で、僕の後ろがですね、やっぱ畳とか貼ってあったり、棚をですね、つけてあったり、そういうところでエンジンルームを開けれなかったんですよ。で、エンジンルームを開けないとできない工事だったんですけども、そこもわざわざ、木ビスとかも外してくれたり、あとは、そうですね、配線してある線を一回切らないと作業ができなかったので、一回切ってもう一回つなげてくれたり、そういう作業までしてくれたみたいで、なんか、ほんと Google マップでですね、こちらのガレージ ASA さんっていうのすごいなんかもう、評価が良かった。んですよ。なのでここにご連絡したんですけれども、で、お休みの日曜日だったんですけれども、僕のところに駆けつけてきてくれて、修理をしていただきました。なんか本当に素晴らしい対応をしてくれて非常に感謝しております。ということでですね、まあ本当にお気持ちばかりなんですけれども、3万円渡して、200円分ですね、お釣りは、いただいてくださいということで、お気持ちだけお渡ししたんですけれども、ちょっと200円で足りないぐらいですね。非常に感謝しております。で、まあ、スーツで手ぶらで日本一周している、りょうすけさんとはですね、沖縄の名護周辺でさよならして、僕だけ那覇に戻ってきました。で、修理費3万円かかったので、所持金がまた減ってしまったんですけれども、りょうすけさんとヒッチハイク旅を始める前にずっと那覇で毎日歌っていて、所持金が沖縄に来た時は7000円だったんですけれども、りょうすけさんと、ヒッチハイクの旅に出るときは7万円ほどになっていたので、10倍になっていたんですよね。けどまあ車が壊れて3万円そこから引かれて、あとはゲストハウス代だとか、まあそういうところでかかってきたんですけれども。なのでですね、まあ明日からまた那覇で路上ライブを何日か続けていこうかなと思っております。まあ本当にのんびりするにはですね、沖縄は北の方に行った方が楽しいと思うので、またお金がある程度貯まったら北の方に行ってみようかなと思います。はい。ということで、今日の出費と残金はこちら。はい。今日もすごくいい一日でした。ありがとうございました。おやすみなさーい。頭に浮かんだ幸せは僕の心の奥、大事な君との幸せは